よっこいしょ。はい、こんにちは、こんばんは、イケライダーの谷川哲平と申します。ご無沙汰しております。本日はですね、ハーフキャブをやっていきたいと思います。以前ですね、バックサイド180をハウトゥーをさせていただいたと思うんですけど、まあ後ろ向きに進みながらあのバックサイド180をやってるような、トリックがハーフキャブになるんですけれど、今日は早速そのハーフキャブの、ハウトゥーをしていこうかなと思います。ちょっとテンポよくいきたいなと思うんですけれど、まずスタンスですね。まあもちろん個人差はあるんですけど、すいません、このスタンスばっかりで。僕ハーフキャブのスタンスこれでやってます。それから指1本ぐらいですね。指1本ぐらい。前足が側面から、まあ指大体2本分ぐらい。まあいきなりですね、やっぱりクオリティの高いハーフキャブっていうのはなかなかできないと思うので、まず手取り早く回し方を、説明していきたいと思うんですけど、板だけを回すトリックじゃなくて、板と体を両方回すトリックにおいてこれ全部使える言葉なんですけど、先行動作。例えば、ハーフキャブであればこういう回転をするわけですけど、このままやっぱりこうやって回そうと思うとなかなか体のひねり足りなかったりもするので、板が思うように回ってくれなかったりもします。まず先行動作としては、こっちに回すために体をまずこっちに一旦ひねる、こっからですね、こっからこういう状態で回していく、そのような形でまずは先行動作をつけてみる。やっぱり足で回そうと思うと、やっぱり足だけ回っても体回ってないと乗ってもこけてしまったりとか綺麗に乗れなかったりもすると思うので、まず先行動作で溜める、溜めを作ってから弾いて回すっていうような形の方が絶対に思うように回ってくれると思います。今のは上半身の動きですね。次、下半身の動き。僕の場合はオーリーをしてからひねるっていう動きなんですけど、あれはなかなか最初から僕もできてませんでしたので、皆様にやっていただくこととしては、この先行動作に合わせてこのタイミングから下半身も一緒に動いてほしいんですよね。下半身も重なって動かす。ちょっと今回し方足りないんですけど、ここで下半身と合流して、ここから下半身は回していくイメージでいいと思います。なのでいきなり180度全部回さなくても90度だったりとか途中まででもいいんで回してあげると、あとはもうこうテール着地になればコンコンとドライブで回せるようにもなると思うので、でそれをどんどん数繰り返していく。まあハウトゥーで数を繰り返すって言葉はあんま良くないんですけど、数を繰り返すことでどんどん空中に余裕が出てくるんですね。初め90度しか回らなかったものがどんどん100度110度120度ってどんどん回ってくるので、そうしていくとどんどんこう体の残し方とか、あ、こうやって回したらいいんやっていうのも分かってくると思うので、なのでそのタイミングぐらいからちょっとこう板の叩き方を変えてみるとかしてみてもいいかもしれないです。テールの叩き方、だいたい2タイプに分かれると思います。1つ目のパターンが、テール真下に叩く人、真下に叩いてハーフキャブする人で、2つ目のパターンが進行方向に対して前にテールを叩く人。1パターン目の人は初心者の方に比較的多くって、板を初めから回しに行くような回し方の方が多いと思います。で、2パターン目の方は一旦前に板を出してから板を残して後で回す。早速ちょっとやっていくんですけど、真下に叩いて回す人に多い、非常に多いんじゃないかなと思います。どうしても板が残せない、残りにくいので、2パターン目の進行方向に対して前に一旦叩いてしっかり折り叩いてから後で回す人のパターン。今お見せしたようにですね、テールの叩き方の違いパターン紹介しましたけど、1パターン目の叩き方をする方っていうのは今後の応用、例えばキャブフリップだったりとか、そういう応用になった時も真下に叩く癖がついてるので、形はあの状態のまま板が回ってしまうんですよね。ただ2パターン目のものができてくると他のトリックとの応用もかなり効いてくるので、僕は今ね、フィルマーの方に映像を撮っていただいてますけど、フォロワーさんの多くの方がですね、僕のインスタの DM の方にこう iPhone なんかで自撮りした映像を撮ってくれます。あの工程が僕的にはやっぱすごく大事だと思ってて、あれは僕ももちろん見るものなんですけど、送ってくださる皆様もあれをご自身で見て、うわ、僕のオーリーものすごいロケットやわとか、ハーフキャブ体ひねれてないな、ためれてないなとか、もうやっぱり動画見ないと分かりません。実際自分がやってるのと外側から見てるのって形全然違うかったりするので、うまいことできてんのかなって不安の少しでもある方は、まあインスタグラムですね、またどうかな、この辺に出てくるのかエンディングで出てくるのかちょっとあれなんですけど、この辺に出てくることを祈っておきましょう。
はい、インスタのねあれが出てくることを祈っていきましょう。この辺です。はい、テッペライドライフってあると思うんで、全然気兼ねなくね、ダイレクトメッセージ送ってきてもらったらいいので、映像も全然送ってきてください。ちゃんと見ますので、それではですね、EKL ライダーの、谷川哲平の、ハーフキャブのハウトゥーは以上とさせていただきます。本日もですね、ご視聴いただきまして誠にありがとうございます。